金箔が吹いても剥げない国産仏壇和島漆器仏壇店でございます、えー、おぶ具が汚れていないでしょうか、えー、お正月で、えー、使われたおぶ具ですねもしもサビとか来てる場合には、えー、当店ではこのソフトアルボン これを使います。まあ、あの、ホームセンターにピカールとかも置いてありますので、あれもよく取れますですね。えー、ただで、これで、えー、こういう感じでですね、このタオル、古いタオルでですね、このピカールをつけて磨くと。ちょっとわかりにくいですけど、こっちがビフォー、磨く前。で、こっちが磨いた後、綺麗になってるかと思います。<laughs> はい。あの、ちょっとわかりづらいですけどね。はい。 あのー、皆様もぜひですね、おぶつ具は磨いてみてください。で、あんまりにも古くてですね、もうこれ取れないっちゅう場合もあります。その時には我々に、えー、ご連絡ください。あのー、機械で職人がサンドブラスト、砂を吹きつけて磨きます。綺麗になります。1個あたり3000円から5000円かかりますけど、ひどい場合にはそれをお勧めいたします。よろしくお願い申し上げます。